皆さんこんばんは。 NGT48 を卒業しました。ドレス見てください。すごい下まで見えないのがあれですけど、こんばんは、こんばんは。卒業おめでとう。ちょっと近寄ってみようか。見てほしい。すごい、みんなすごいいろんな人が今協力してくれてて、充電器させてもらいました。ドレス見てほしい。見えるかな。今日の声のセットリストよかったよ。本当に皆さん9年間ありがとうございました。見えてる？ドレス写真後で載せますね。過去一豪華です。本当に幸せです。あとメンバーみんなからアルバムもらいました。嬉しい。作ってるの知らなかった。すごい愛、すごい愛すぎる。嬉しい。嬉しすぎる。喋っていい？うん、喋っていいよ。やる。一期生のレイニャーとマリニャーがいます。います。マリニャーとレイニャーがずっと写真いっぱい撮ってくれてて、マリカメが天才すぎたので、天才でした。楽しみにしててください。楽しみにしててください。 X に載せました。え、ほんと？見てください。今すぐいいねします。いいねします。本当にどうでしたか？ありがとう。本当にお疲れだったでしょ。ありがとう。もうアルバムリーダーです。ね、これ初めて、人生で初めてグルーガン。すごい。グルーガンのプロ。グルーガンしてくれたの。そしたらみはるグルーガンよく使いこなしてるらしい。めっちゃ使ってるよね、グルーガンのプロ。グルーガン難しかった。2個持ってる。強い。マジさ、なんかすごい、すごすぎる。なんか思い出がありすぎてさ。やばいね。みんなからのメッセージもめっちゃ良くて。わかる。メンバー。やばい、4期からも。4期も全員あるよ。すごい。回収して。嬉しい。1期ページ見えて。そう、わかる。3人の、3人の。3人の写真めっちゃある。3人でこんなに一緒にいた時間が長いんだね。この写真めっちゃいい。この時からも撮ってたの。そう、本骨の MV の時に撮ってた。スリーショット撮ってたの。やばいね。すごい、これ好き。わかる。いや、家族写真。家族、ファミリー。ね、それだけで載せたい。ね、わかる。めっちゃいい。素敵。いやー、めっちゃ面白い。わかる、一番ふざけてる。そう、ふざけてる、ね、嬉しい。やばいよね、これもバーベキューの時だ、写真。わー、懐かしい。リハル、やばい、やばい、すっぴん。これ、私覚えてなかった写真だもん。覚えてなかった。私を入れて、これ分かんなかった。本当だ、これ、焼き肉の写真。そう。そうなの。びっくり。いつみたいな。PA さんのさ、スタッフさんからもメッセージもらったんだ。マジ？そう、これこれ。おー、すごい、すごい。コメント見よう。デコ出しすっぴん？ね、みはるデコ出しだったの。昔さ、よくすっぴんでさ、写真撮るとかなって思うよね。結構すっぴりだったよね。めっちゃすっぴんだった。結構それをセカンド写真集にしましょう。
本当にただ、ね、今日の写真で本当に写真集作りたいぐらい出版社マリナで、はい、出版社マリナ本当にやばい作りたい本当にすごいです本当に神ですトイロエモかったなエモかったーよかったジュニトイロいくぞーあーだったりだあの私たちにしか見えない顔のみはるの話したいんだけど、うん、下の名の円になった時みんなで顔を見合わせるんですけどその時のみはるのなんか緩んで涙をこらえる表情がなんか一気にすごい子供に戻ったように見えて赤ん坊だったで それがすごいそれまではすごいなんか前向いてる時はしっかりなんかっこいいみはるだったのに、うん後ろ向いてうーってなってる顔見てめっちゃすごいルイセやられたなんかなんだろう今日ねなんかわかんないけどすごい緊張っていうよりかはアドレナリンが出てて、うん、本当にすごかったなんか堂々としてた、まあ、当たり前なんだけど、うん、なんて言うんだろうすごいオーラが本当すごかったでもなんかトイロのみんなと円になった瞬間急にそれが溶けてうーってなってトイロと円になった時の表情覚えてるみはるの隣にいたもんねすごい泣いちゃった楽しいって聞いちゃった嬉しかったでも本当に人生の中でステージ今までいろいろ立たせていただいた中で一番楽しかったねそれ言ってたのすごい本当に嬉しい本当にそう本当に一番楽しいって言ってたもん一番楽しかったしかもそれがみんなに伝わってた楽しんでるなって、嬉しい緊張が全くなかったいい意味で伝わらなかった全然私さ前公演本当に緊張ガチガチにしててさ、うんうん、分かるなんか手震えるぐらい手が、うん、冷たくなるぐらい楽しいよりかは緊張が9割ぐらいのステージ人生だったんだけど分かるよ今日人生で初めてステージがこんなにもキラキラして手があったかいみはるの手があったかいすごいみんなすごいよ私の手があったかいの緊張しなかったんだってすごいね楽しいんだと思って本当に楽しかったありがとうございました本当にあったかかったあったかかったなんかさ本当にみんなあったかいんだ NCT のメンバーもスタッフさん方も本当にわかる暖かすぎてうん本当にガチャの写真が良すぎてマジで やばいんですよで今後ちょっといっぱい送ったので載せていっぱい載せます、はい、ゆっくり載せますねツイッター見ようこんばんはお疲れ様でした立ってみようじゃん見えるかなあ、ドレスで寝転がってる写真よかったよいしょ分かる本当にすごいドレスを着させていただきまして私の要望を全て詰め込んでいただいてしまったドレスですで下の名でトイレ見たいと思ってたけどまさか叶うとでもさなんかさなんかガチャがさ、はい、よくさ、うん、なんかこの長年続けてきたからこそ見える景色があるみたいなこと言ってくれるじゃないですか、はいはい、それが今日見えたいやそうだよね、うん、本当にそうだよ本当になんかガチャの言葉を思い出したすごい嬉しいそうだなと思って確かに続けてきたからこその景色だなと思って、うんでマックスで本当に泣きそうになってたよかったよね一発で一発目でね一発目で曲だったよってやばいって思って瀬戸利がよかったえ本当瀬戸利大丈夫だったって言ってたよ本当大褒め初めて作ったから本当にめっちゃよかった大丈夫だったかなと思って俺泣いたずっと見てたありがとうございますマックス号泣しました瀬戸利とても見たかったいやなんかやっぱりマックスで始まってでなんか皆さんとの思い出をたくさん詰め込みたかったからなんかエモい曲とかなんか盛り上がる曲とかなんか一生懸命詰め込んでみました10人トイロは本当に
どうしてもみんなで出たくて、わがまま言ってお願いして叶えていただきました。ありがとうございます。あとめっちゃこれもわがまましちゃったんだけど、不器用太陽の前の映像、研究生公演の時に使わせていただいてた LED の映像があるんですけど、それをどうしても使いたくてお願いして、それも使わせていただいて、はい、ブランクがあったと思えないぐらい良かったね。そう、チェイサーの音とかも全部ね相談して決めさせていただいてて、あ、卒業したんだな私。でも本当に私って周りの方にたくさん助けていただいて今があるので、ちゃんと助けていただいた皆さんに恩返しできる大きな人になれるようにこれから歩んでいきたいと思います。一瞬で当時のことが蘇って、なんかトイロでやるのもいろんな曲させていただいてたからめっちゃ悩んだんですけど、なんか初日エンジンで名前言いながらやるのも好きだったし、あなたがいてくれたから絶対やりたかったから、順番的に初日あなたがいてくれたから下の名で全員合流っていう形をさせていただきました。モバメ届いた、私からの最後のメッセージです。初日も最高、本当よかった。また改めて SNS とか続けますので、またゆっくり載せていきたらなと思います。ショールームも続けます。いや、フォトログ投稿できなかったな、投稿したかった。そう、みんな来てくれたんですよ。ねえ、みんな来てくれて嬉しかったです。アイニャーとカドちゃんリアすぎた。ねえ、本当に皆さんのおかげで素敵な卒業公演になりました。いや、本当に愛をたくさんいただきましたね、 NGT48 で。え、ちゃんとスピーチ伝わりましたか、感謝の気持ち。伝わったかな。伝わりました、よかった、全部伝わってるよ。そう、え、なんか今だから言えるんですけど、オーディションを一緒に受けたお友達が最後の卒業公演を見に来てくれてて、人生を変えてくれた子が最後も立ち会ってくれるって、すごい、なんかすごいなって思って、その子のおかげで今の人生があるので、最後も見守ってくれてました。きっかけをくれた人です。そう、わざわざ遠いとこからね来てくれたんですよ。
ね、感謝です。本当たくさんの方々が来てくださってて、もう本当にコールもすごかったし、すべてがすごかった愛でした。やばい、あとちょっとしかない。コールめちゃくちゃ頑張った、ありがとう。そう、家族も見てきてくれた。声大丈夫、大丈夫です。スクショタイム、ちょっと待って。じゃあ今からスクショタイム。撮れましたか？そう、あと7分で NGT48 の並春が終わっちゃいます。ブレスレット見えるかな？トイロちゃんがくれたブレスレットです。見えない、ね、NGT48 は楽しかったです。幸せでした。12時になったら NGT の魔法が解けます。ありがとう。今日は最高に温かい卒業公演でしたね。本当に幸せな9年間で、今日は今までで一番幸せなステージでした。出会ってくれてありがとうございました。これからも新潟を拠点に、地元の青森も、そして第二の故郷の新潟も何かしら発信できるように頑張っていきますので、応援していただけたらなと思います。皆さんとお会いできる場所も用意できるように頑張るので、何か続報がありましたら SNS で報告しますので、 SNS チェックよろしくお願いいたします。あと5分、またいつかどこかで会いましょうね。9年間お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に9年間ありがとうございました。またいつか絶対会えるので約束よ。ちょっと SNS を今日中に更新したくて、ちょっとだけ早めに終わりたいと思います。本当に NGT48 として9年間愛してくださりありがとうございました。これから新しい世界に飛び込むわけですが、これからも一緒に歩んでくれたら嬉しいです。9年間幸せでした。みんなも幸せでいてください。ありがとうございました。バイバイ。